細川は聖夜が居残り徳田でスローボールのみ打ち込みまであったり、タイミングの意識づけ、今年は相手チームから研究されるだろうから活躍するには一段への成長が必要です。細川が1日バンテリンドーム名古屋での居残り徳田で30分間ほどスローボールのみを打ち込んだ。鋭い打球を広角に飛ばすと、終了後には動画を入念にチェック。去年のシーズン中からもずっとやっています。間であったりタイミングの意識づけですと糸を貸した。2日からは本拠地での実戦がスタート。外野争いも熾烈熾烈なので、結果も意識しないといけない。投手の球をたくさん見て、この期間を大事に過ごしていきたいですと実りある3月にしていく。どの上も平田も福田も高橋も越えられなかった壁をようやく越えてくれた選手、本当に感謝している。石川や中田はいつ怪我するかわからないし、会は未知数。今年も細川中心の打線になるので、ぜひ夢の30発を期待したい。中田もそうなんだが、細川も結果を残してもらわないと中田加入の効果が薄れてしまうんだよね。ポイントゲッターが複数人いないとね。ずっとビシエドだけ、去年は細川だけ、相手はそこだけ気をつけてればいいだけだから楽なんだよね。マスコミや多くのファンは、昨年の細川を和田コーチの指導によって打撃改眼したなどと言われましたならば、もう一度和田コーチに指導してもらえば、昨年の40も月頃の打撃に戻ると思います。余計な試行錯誤などはしないで、和田コーチに指導を仰ぐことが最善の策だと思います。そしてそれが一番チームのためになると思います。細川にはインロー、アウトローの球をインパクト時にバットヘッド60度下げて打つサーカス曲芸みたいなバッティングをされても、量産本塁打に不向きなので、通常の本塁打王がやってるインコース球をインパクト時にバットヘッド30度から35度の範囲で打って、レフトスタンドへ入れるバッティングをしてほしい。そうすれば最低でも中日は3位以内に入れる。今年も相変わらず練習魔と化している様子。9月の低迷、相手チームの分析と壁は大きいと思うが、こういう選手こそ報われてほしい。実動1年で終わってしまう選手もそれなりにいると思う。実動2年目がどうなるかだと思う。3年まで実績残せれば外すことはできないだろう。いいぞ細川。試行錯誤しながら大きく羽ばたけ。バンテリンドームでは無理にホームラン狙わず打点稼いでちょ。他の球場でバンバンホームラン打ってほしいね。細川選手の腕とか見るとすごい筋肉だもんな。たくさん練習してきた土台があったから結果につながったんだろう。1シーズンを1軍で過ごした経験はこれから生かされることになるのだろう。真面目で不器用なところもありそうな普段の感じもまた彼の魅力の一つ。今年もたくさんのホームラン期待していますよ。やっぱり飛距離って魅力だし武器になる。当たればホームランってのは、よほど非力なバッターでもなきゃ、狙ってフルスイングされればフェンスを越えられる怖さはある。でも細川厄介ぐらいのパワーがあれば、ちょっと芯を外れてもその怖さがあるから、ピッチャーの警戒度は全然違う。代打で1打席よりスタメンで出て4打席の方が気持ちに余裕が持てるのも当たり前。10回に3回打てば一流って評価される世界だし、細川が4回打席に立つ方が相手チームも嫌でしょ。細川が実質2年目のジンクスでホームラン10本とかで終わったら上位は絶対に無理。去年は突然現れて大暴れするだけの立場だったが、今年は中日打線の中で最も警戒されて分析される打者。プロで長く活躍するためには乗り越えないといけない大事な年ですね。ドラゴンズの打線で細川選手は不可欠な選手になってくれた。ベイスターズ時代も将来の長距離砲として期待されていたけど、ドラゴンズ入団で覚悟ができたように思います。まだまだ発展途上ですが、打点を稼いでくれたらチームの勝率は上がるので、今季は打点に注目してみたいと思います。昨シーズン後半の不調を引きずっている感じで、オープン戦もヒットがなかなか打ててませんが、開幕するまでには調子を上げてもらいたいです。細川選手の成績がチームの勝敗を左右すると思うので頑張ってください。昨年細川が来てくれて期待以上の活躍嬉しかった。今年は相手チームからのマークも高く大変ですが、中田が来てくれたのでマークが分散するとも思われます。昨年以上の数字を出しチームを A クラスに導いてください。結果を残したといっても特筆できるのは月間 MVP を取ったところまで。それ以降は相手チームに研究され打率2割分台と苦しんだ。ホームランこそ打てるが確実性に欠けるんじゃ。3、4番は無理。去年は他人なかっただけで、今年も同じ調子じゃせいぜい7番あたりだろう。もし他の選手が好調ならベンチにもなりかねない。この春何度かの打席を見る限りでは大きく進化した感じはしない。だからまさに今が正念場ではないか。
長打は出るだろうから何とかにはリング分以上それをクリアしてほしいな。細川にとっては今年が本当かに勝負の年になるんだろうけど、あれだけ一生懸命に練習してるのを見るとなぜか頑張れと応援したくなる選手。今年もさらに成長して練習は裏切らないことを証明してほしい。もし現役ドラフトもなければ細川くんは DeNA でもがき苦しんでたかと思うが、現役ドラフトで中日移籍はまさに転機。特性してなりより中日移籍2年目は昨年の成績を超えれるよう頑張れよ。本人も自覚しているように今年が勝負だろう。しかし彼には練習という武器がある。きっと活躍してくれるだろう。もしダメでもドラゴンズの外野手は層が厚くなった。岡林、三好、大島、ディカーソン、ブライト、深井、場合によってはピシエドだってあり、細川に2年目のジンクスは当てはまらないと思います。相手チームは細川について特に研究していないからです。普通に投げれば普通に抑えることが分かっているのだから研究することはありません。細川も普通に抑えられることが分かっているのだから今年は気持ち的に楽になるでしょう。打率2割でホームランが10本、これが現実的な目標でしょう。立派な背番号ももらって今年はどんな成績を残すかとても楽しみです。プロ初打席のバックスクリーン直撃を見てからずっと応援してます。2年目のジンクスにも負けずもう打炸裂を見せてください。昨年は負けても細川が打てば勝った感覚でした。本当に今年も全打席ホームラン狙いでええです。違いを見せつけてほしい。細川選手はビシエド選手も打席に立つ位置を昨シーズンに比べて少し外側にしているのでしょうか。外角の球の見極めができるようになっているように感じます。本塁打を期待しますが、まずはタイムリーヒットで十分です。そのうちホームランも出ます。昨シーズンも最初はそんな感じでしたし、いいヒットだったと思います。細川選手が4番に入り、中田選手が5番に座るようになれば怖い打線になると思います。2年目のジンクスと言われますが、そんなの吹き飛ばしてしまいましょう。ランナーを貯めたけど、あと1本が出ない。昨年はこれが多かった。ホームランに限らず、どんな形でもランナーを返して打点を上げることにこだわってやってほしい。